はい、えー。それでは11月8日の3問に入ります。A から委任を受けた代理人 B が、A の許諾及び指名に基づきえ、C を副代理人として選任したときは、B は C の不誠実さを見抜けなかったことについて、社会通念に照らして、責、えー、めに帰することができる自由があった場合、A に対し責任を負う、丸か罰かという問題です。 で考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で答えは丸なんですけども、まず状況としては、A が本人で、B が代理人で、C が副代理人という状況ですね。で、副代理人 C の不注意などによって、本人 A に損害を与えてしまった場合、代理人 B が A に対して責任を負いますかっていうのが、まあ、質問内容なんですね。 で、この場合っていうのは、債務不履行のルールに従って処理します。え、つまり、代理人 B に、社会通念に照らして、え、攻めに帰することができる自由があった場合、これ言い換えると過失があった場合なんですね。ここが、ちょっと改正で難、改正点で難しくなったっていうのか、ややこしくなった部分なんですけれども、社会通念に照らしてっていう文言が、ま、追加されてるんですよ。 ただ、まあ、これについてはですね、もう無視していただいて構いません。ここのあとですね、まあ、これは改正前も一緒なんですけども、攻めに帰することができる、これは過失があるってことなんですね。ここで判断してください。もうここはね、読まなくても大丈夫です。飛ばしていただいても大丈夫です。社会通念に照らしてっていうのはね。気にせずに、こっちが重要ですね。攻めに帰することができる自由。まあ、これ、奇跡自由っていう言い方するんですけども、言い換えたら、奇跡自由がある、イコール過失がある。奇跡自由がない、イコール過失がない。 というふうに考えていただいた方のが分かりやすいと思います。まあ、つまり、過失があった場合というのは本人に対して責任を負うよと。代理人 B は本人に対して責任を負うよ。過失がないのであれば代理人は本人 A に対して責任を負わないよ。というふうに考えていただくと分かりやすいです。そうすると、この問題文を見ると、B は過失があったって書いてあるんですね。まあ、過失があったっていうふうに直接的には書いてないけれども、ここ、責めに帰することができる自由。これは過失があったってことですよね。 したがって B は A に対して責任を負うということになります。よって丸ですね。で、続いて問い2に入っていきます。宅建業者 A が自ら売り主として、宅建業者でない B と、建築工事完了前のマンション、代金3000万円の売買契約を締結した場合、A が B から手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、B は、 この手付金の支払いを拒否することができる、丸か罰かという問題ですえ。まず、売り主は宅建業者、買い主は宅建業者ではありません。したがって、まあ、発ッ制限の適用があるんだということですね。で、建築工事完了前って書いてありますので、これは未完成物件ということですね。ということは、手付金等が代金の5%を超える場合、保全措置が必要になります。 じゃあ、代金の5%っていくらかっていうと、代金3000万円なので5、5%は150万円ですよね。で、150万円を超える手付金等を受領する場合、事前に、まあ、事前にっていうのはこれ、えー、受領する前ってことですよ。手付金等を受領する前に保全措置が必要だと、まあ、いうことになります。で、今回の問題、600万円を受領する場合ですよね。で、この600万円について、保全措置を講じていないんですよね。 で、この場合は、飼い主 B というのは保全措置していないなら、鉄撃金払いませんよと。支払いを拒否することができます。まあ、従って、丸になるということですね。で、個別指導では関連ポイントも一緒に解説していきます。で、関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がごちゃごちゃにならないようにするんですね。つまり、まあ、整理をしていくっていうことです。勉強を重ねていくと、知識がどんどん増えていくので、混乱していくんですよ。それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して、 整理をしていくんですね。まあ、これも効率的な勉強法の一つなので、ぜひですね、え独学であったとしても、予備校を通っている方だとしても、まあ、自分自身でね、整理できるようにしていきましょう。で、個別事情の受講者さんについては、関連ポイント。まあ、あのー、関連する問題ですね、をプラスアルファで追加しています。なんで、そちらもですね、受講者専用のメルマガでご確認いただければと思います。で、問いさんです。停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、 停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届け出をしなければならない。丸か×かという問題ですね。で、これ答えは×です。事後届け出っていうのは契約締結日から2週間以内にしないといけないんですね。つまり、停止条件が成就してからではありません。問題文は、停止条件が成就した日から2週間って書いてありますよね。ここが誤りだということです。で、これっていうのはよくある引っ掛け問題なんですね。で、 この問題っていうのは非常に重要な考え方があります。で、これは本文に限らず、近年の引っ掛け問題などに対応するための考え方なんですね。で、この考え方を、え、日頃から使って学習していると、本試験でも得点できるようになります。え、その考え方、重要なノウハウなんで、ちょっと個別指導でしか解説していないので、え、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガの解説でご確認いただければと思います。 で個別事情についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので気になる方ご確認いただければと思います。 で、毎日お送りしているこの3問っていうのは、まあ、基本的には、まあ、あの、一般的な解説レベルなんですよね。おそらく予備校の解説とか、えー、通信講座の解説とか、まあ、そのぐらいのレベルで、まあ、具体的な考え方だったりとか、答えの導き方までは、ちょっとお伝えはやっぱ難しいんですね。なんで、まあ、本気でね、絶対合格したいという方は、ぜひ、えー、個別指導ご検討いただければと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした。